どうも、男中村です。今回は味噌を1、2月に仕込むなというお話をしたいと思います。今ではお味噌は1、2月の季節に寒仕込みといって、この季節に仕込むのは一般的です。その理由は1、2月は空気中の微生物が少ないから味噌作りに適しているとか、この時期に仕込むと最初は発酵がゆっくり進んで美味しくなるとか、なんかさもそれらしい理由が言われてるんですけど、まずですね、空気中の微生物が多かろうが少なかろうがですね、味噌はピチッと空気を遮断して蓋したら、空気中に微生物があろうがなかろうが腐らないんですよ。そんな理由は後から現代の科学で勝手に分析しただけで、味噌っていうのはですね、現代になってから作られたわけじゃないですからね、昔からありますからね。そんな後付けの理由で1、2月に仕込まなければいけないなんてとらわれる必要はないですよ。味噌の起源というのはですね、ちょっと調べてみたんですけど、大陸から何か大豆を発酵させたものが伝わってきたみたいですね。味噌の原型となったものは蒸したか茹でたかは知りませんけどね、火を通して塩漬けした大豆に自然とね、空気中の麹菌がそれに生えて、それで発酵を始めたものが始まりだと昔の文献に書いてあることなんで、正確なことはもうよくわからないんですよ。だからまあ要するに、大豆に空気中の麹菌が生えて発酵したものだっていうことですよ。大豆に空気中の麹菌が生えようと思えば、こんな 1、2 月なんて寒い季節に置いといてもね、生えません。暖かい季節じゃないと勝手に麹菌生えてきません。味噌のルーツから考えると、味噌は暖かい季節に自然発生したと考えられます。だから 1、2 月に仕込むっていうのは現代になってから取り入れられた習慣だと思いますよ。現代のお味噌は大豆と米麹とお塩を混ぜるのが一般的なレシピです。それの米麹っていうのを仕込もうと思ったら、この 1、2 月の寒い季節に米麹を仕込むのはね、めんどくさいんですよ。30度とか40度とかで保温しなければいけないですからね。今だったら保温器とかありますよ。便利な道具がなくても、こたつとかなんか暖房器具とかを駆使したらできるんですけど、もっともっと電気のなかったような昔だったらね、火を焚いて寒い季節に保温しなければいけないでしょ。だから冬に麹を作るなんてね、むちゃくちゃめんどくさいんですよ。夏だったら常温で置いておいたら麹菌は勝手に育つんですよ。甘酒っていう言葉が夏の季語っていうのをご存知ですか？甘酒っていうのはね、夏の季語なんですよ。甘酒っていうのは麹で作りますからね。夏に麹を作っていたから甘酒は夏の言葉なんですね。それなのにですね、1、2月に麹を使って味噌を仕込むっていうのは不自然じゃないですか？まあ私も毎年のようにね、1、2月に味噌を仕込んでますよ。つい先日、1月にお味噌を仕込みまして、その動画を上げました。別に 1、2 月に仕込んでもいいんですけどね、1、2 月に仕込まなければいけないってことはないんですよ。じゃあね、3月、4月、5月とか春の季節に仕込んだらどうなると思いますか？あんまり変わりません。1、2月に仕込んだものとあんまり変わりません。お味噌っていうのは基本的に夏の暑い間に熟成発酵が進みますから、春に仕込んでも夏を越して秋にやったらお味噌として食べられますよ。ただ 1、2 月に仕込んだものよりかは最初の熟成期間が少ないから、その分秋に熟成期間を長めにとったら十分に美味しくなります。だから春にお味噌を仕込んだら夏を越して、11月とか12月とかまで置いておくといいですね。では6月とか7月とか8月とか夏に味噌を仕込んだらどうなるか。夏はね、もちろん空気中の微生物がたくさん活発な状態ですからね、腐敗のリスクは高まりますけど、最初に言ったように空気を抜いてピタッとラップをして密閉したら腐敗しませんからね、全然問題ないんですよ。仕込んでいきなり暑い夏を迎えますからね、熟成発酵がいきなり進むんですよ。注意しなければいけないのは、最初に酵母菌が活発に働いて、お味噌の中にガスが発生してちょっとお味噌が膨らんだりねする。別にそれは構わないんですけど、その時に表面にラップでピチッと密閉した蓋が発生したガスによってちょっと押し上げられて隙間ができたりして、そこから空気が入り込むとそこにカビが生えますからね、それだけ注意しないといけません。だから途中でかき混ぜたりすると安心ですね。でも面倒くさいから、かき混ぜなくてもいいですよ。またそうやってガスが発生するのを防ぐために夏に仕込んだら冷蔵庫に入れとくといいよっていう人もいますけど、せっかく暑い夏に熟成発酵が早く進むのに冷蔵庫に入れるのはもったいないと思います。暑さを存分に利用した方がいいですね。それで、半年ぐらい熟成発酵させたらちょうど冬ぐらいですかね、お正月ぐらいに美味しく食べられますよ。それで秋、9月10月11月とかに仕込むとどうなるでしょうか。全然秋に仕込んでも構わないんですけど、ちょっと中途半端な時期ですね。何度も言ってるように夏に熟成発酵が進んでお味噌は美味しくなりますから、夏を越さなければいけないんですよ。で秋に仕込むと冬が来て春が来てやっと夏が来るから、結局1年間熟成発酵させなければいけない。それさえ理解した上で仕込んだら全然問題ないんですけど、秋に仕込むと時間がかかります。それだけのことです。秋に仕込んでも OK です。それでもちろん12月1月2月の冬に仕込んでも OK です。1月や2月に仕込まなければいけないってことはないですからね。結論、味噌はいつ仕込んでもいい。味噌の様子を見てですね、美味しそうに出来上がってたらそれが完成です。もう食べる人の都合でいつ完成とか決めたらいいんですよ。食べる人の都合でね、好きなタイミングで食べ始めたらいいですよ。発酵途中でも食べ始めたらいいですよ。発酵途中のお味噌をね、ほじくって取り出して、また表面を平らにしてラップでピタッと蓋をしたらそれでいいですからね。発酵途中のものをちょっとでも食べたら発酵が止まるってことはないですからね。ちょっと味見してそれでまた熟成続けたらいいですからね。そんなわけで今年は 1,2 月にお味噌仕込むの忘れてたとか、面倒くさくて忙しくてできなかったとかいう人も安心してください。3月になっても4月になってもいつ作ってもいいですから。自家製のお味噌は最高ですから、もう1年いつでもいいから作りたい時に作ってください。というわけで今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の方法とかを週1回を目標にアップしております。他にもブログ、X、インスタグラムもやってます。ブログはもう12年やってまして、 YouTube はもうすぐ4年なんですけど、ブログの方が歴史が長くてものすごい情報量ですから、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。